おいすー、ケネです。今回はランカーたちがぼちぼち作り始めている次元の水晶をいざ作れる段階に入った時に即作れるよう準備していこうという動画になります。今回はこちら。次元の水晶とはクローン石の準備、その他材料の準備、海外版でのクローン石緩和についてという流れで行います。それでは早速いってみよう。まずは次元の水晶がどういうもんなんだいという説明したいと思います。まず錬金工房から作れるんですよね、次元の水晶で。細工っていうところの水晶から、ここから作ることができるんですけども、こういう感じでね、ずらーっとあります。じゃあ一番上ちょっと見てみましょうか。はい、これが制作するっていうやつで、制作できるんですけども、まず次元の水晶能力値見たいと思うんですけども、こちら次元の水晶能力値ってことで、攻撃力防御力がプラス20からプラス35までの幅があると。これランダムで、系列ダメージ 6%、 これは固定で、闇の精霊のダメージもしくは冒険者から受けるダメージ量っていうのを 0.5% 減らしますよっていうね、これが次元の水晶。ただこれは海外版の情報になるので、おそらく日本版もそうだとは思うんですけども、一応それはご了承くださいという形です。で、材料なんですけども、これね、これ侵食された次元のかけら、これハドゥム用なんですけど、実はエリアン装備を黒いオーラとして吸収するときに得られるかけらってことで、これもねゲットすることができるんですよ。で、僕も25個持ってるんですけども、素材これって深淵の武器を1個、闇の精霊に食わせたらゲットしました、25個ってな感じで、食わせるとそれぐらいの量獲得することができるっていうのを覚えておいてください。で、空っぽの水晶、これは街にいるこのマークの NPC、まあ、ハドゥムのアイテムと交換できる NPC ですね、から交換できるこの空っぽの水晶、まあ、2万5000コインなんで、そんなです。結構簡単だと思います。あとはクローン石1000個必要、また深淵水晶が15個必要だということになります。あの素材の中で一番準備するのが大変かもしれないっていうのがクローン石。これが一番いざ作ろうとなった時用意するのが大変だと思います。っていうのもクローン石なんですけども、現在、パールショップとかでこれをね、急いで買いたいなーって思ったとしましょう。ってなった時に買おうとすると1000個必要なんですけど、25,500 パールなんですよ。バカ高いんですよね。なので今クローン石を入手しようってなった場合は、制作領地で制作することができるんですね。これらの素材でマックス15個作って、まあ石がこんだけ必要ですよみたいな感じなんですよね。ここからコツコツ毎日クローン石作っていれば、まあいずれは1000個っていう個数届くと思います。でその他の素材の準備なんですけども、空っぽの水晶、これはまあ用意できるとして、まあ結構難しいのかなって思うのがきらめく次元のかけら、これは深淵の装備を砕くことになるので、深淵の予備装備っていうのを2つ目で、3つ目のイラン装備っていうのを砕くっていうような形になるんで、まあ余ったらですね、余ったら砕くっていうような感じでいいのかなっていう気がする。で深淵の水晶、まあ、これは合成でゲットするのとかって多分難しいと思うんで、例えば今イベントで行っているニューイヤーパズルからも深淵の水晶をゲットすることとかできたので、まあイベントとかで獲得することになるのかなっていう気はしています。よし、これで全ての素材準備できそうだと思っている方、ただちょっと押さえておいた方がいいポイントあるかもしれないんでご紹介しておきます。海外版の情報になるんですけども、クローン石の緩和っていうのが進んでいるんですね。まあ実際ちょっとどんなもんなのかっていうのを見たいと思うんですけども、これですね、クローン石必要な素材っていうのは変わらないんですけども、同じ素材で5個作れるんですよ。日本版は1個、ただ海外版は5個作れるようになってる。まあちょっと緩和が進むかもしれないっていうことなんですね。はい、まあこれ可能性の話です。でまたパールショップなんですけども、パールショップで買ったとしましょう。パールショップで異物じゃなくてクローン石だ、クローン石を買ったとすると、こちら、はい、
めちゃめちゃ安い。クロンスキーめちゃめちゃパール安くなってますね。まあ、これだけ安くなるかって言われると、まあ、どうだろう。ちょっとわからないんですけども、一応かなり安くなっているんだなというのを押さえておきたい。とすると、道は二つあるのかなというふうに思っていて、まず一つ目。まあ、結構深淵の水晶とか他の素材とかっていうのも割と用意できそうだし、それなりに早いうちにクロン石とかも、準備できれば結構作れるなっていう方は今から制作、コツコツ進めても別にいいのかなっていうふうに思います。まあ、どっちかっていうと、ランカーさんに近いような戦闘力の方とか、まあ、あと向上心ある方っていうのはそれま、言ってもいいかも。で、もう一つ。緩和を待つっていう方法もなくはないのかなっていうふうに思っています。で、緩和が来るかどうかもまあもちろんわからないんですけども、今から用意できることとすれば、行動力ポーションと食料っていうのを抑えておくっていうことですね。緩和が来た時に一気に制作できるようになるので、こういうパターンもいいかもしれない。まあこの二つのパターンがあるんだなということになります。まあ次元の素質をバチバチに強いので、皆さんもぜひ皆さんなりの準備を進めていくという形で頑張っちゃいましょう。ということで動画の内容は終了。こっからは毎日少し強くなるキャラクターマッチラジオ、イエーイ。ということで今回はこちら、素質合成1回で深淵素質を出しちゃおうぜチャレンジとなります。皆さん準備の方よろしくお願いします。ということで、なかなか成功しない深淵水晶合成、ノリで成功させちゃうぜ、という回になります。いや、まあ、いけるときはいけると思うんですよ。いけるときはいける。で、まあ、なんでケロヘンさんこんなに深淵水晶持ってるんですかっていう質問来そうなので、ちょっとあらかじめちょっと話しておこうかなって思うんですけど、これ全部課金です、ほぼ。ほぼ課金です。イベントじゃないです、ほぼ課金です。てな感じで課金で買うこともできるけど、まあ、うん。まあ、イベントか、合成かになるのかなっていう気はします。イベントでね、今10個ゲットできますよね。5個だっけ？ 10 個だっけ？ちょっと忘れたけど。ゲットできたと思うんで、まあ、そういうところとかで、深淵水晶なんとかなるのかなって気はしてます。はい。てな感じでトークで皆さん準備できたでしょうか？よろしいでしょうか？早速ね、やっていきたいと思います。いきます。3、2、1、合成！頼む頼む頼む！赤、お、ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして、火曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は水曜日が休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。